ミカドヤモリ族は、波中交友輪木に含まれる族。ニューカレドニアコ有族最大種は、次をミカドヤモリで本族のみならずヤモリカ最大、最重量種。最小種のツノミカドヤモリでも、全長20センチメートルと、ヤモリカ内では、大型種で構成される。獅子だけではなく、鬼も、鹿白板と同様の機能を持ち、枝に尾を巻きつけることができる。再生には、 おかはく版がない。各 DNA のラグ1、ミトコンドリア DNA の ND に及びトレナの分子解析を行い最大節約法や最優法、ベーズ推定によって、系統樹を推定したところ、王冠ミカドヤモリと、サラシノミカドヤモリ、マモノミカドヤモリを含めた本属が多系統群であると推定された。そのため本属に4種を残し、 王冠ドヤや森とサラシのドヤや森の三種をカレルフェーブス族へ、魔物ドヤや森の二種をマニアラジェコ族へ分割する説もある。クチサけケモリ族ユリダクトローズとマニアラジェコ族からなる、探系統群は、本族と探系統群を形成する。これら三族からなる、探系統群は、ババイアモリ族ボバイアと探系統群を形成する。樹情性、夜行性だが、 昼間も活動し日光浴を行う。食性は動物食傾向の強い雑食で、昆虫、節足動物、爬虫類、鳥類、果実、花の蜜などを食べる。ツノミカドヤモリとツギオミカドヤモリは、男性で1回に2個の卵を産む。アールトレイキリンカスとアールトレシセファラスは、体性で幼体を産む。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 ニューカレドニアに生息する野生動物の輸出は禁止されているため、研究用として輸出された個体に由来する繁殖個体のみが流通する。樹状性のため高さのあるケージを用意するのが望ましい。床材として、ヤシ角度や不要土枝や流木、バーグチップ、キッチンペーパーなどを敷く。コルクバークを組み合わせる、あるいは植物をケージ内に入れて足場や隠れ家にする。 日光浴を行うことやカルシウム不足の疾患防止のため、隠れ家を用意した上で、紫外線量の弱い爬虫類用の蛍光灯を照射したり、日光浴させる。餌として、コオロギなどの昆虫や、大型種では、ピンクマウスやウズラのヒナ、潰した、果実、果実性のベビーフード、昆虫ゼリーなどにカルシウムを添加して与える。専用の配合飼料も市販されている。 ありがとうございます。